オールバニ Q、ミサイル巡洋艦。オールバニ Q、ミサイル巡洋艦。オールバニ Q、ミサイル巡洋艦。は、アメリカ海軍のミサイル巡洋艦の艦級。ボルチモア級1 0巡洋艦に艦対空ミサイルを搭載して改装した艦である。アメリカ海軍は、第二次世界大戦末期より、全く新しい対空兵器として、艦対空ミサイルの開発に着手していた。 これらのミサイルは非常に大掛かりなシステムとなっており、これを収容できる船体の入手の都合から、まず対戦世代の巡洋艦を改装して搭載されることになった。1952年度予算では、ボルチモア90巡洋艦2隻にテリアミサイルを搭載したボストン級が、また1956年1957年度では、クリーブランド級系巡洋艦にテリアを搭載した。 プロビデンス級及びタロスを搭載したガルベストン級が順次に改装された。これらの改装艦はいずれも一種類の艦隊空ミサイルシステムしか搭載していなかったのに対し、1957年度で新造されたロングビーチは機関を格動力化しただけでなくタロスとテリアの両方を搭載した上に有力な対戦戦戦能力と戦略核攻撃能力を備えた。 万能水上艦として計画された。また1956年5月31日、長期的検艦計画委員会のサンダース委員長は、1958年度以降の計画で建造されるミサイル艦は、艦守備にミサイル発射機を搭載する、いわゆるダブルエンダー配置を採用するように勧告した。このことから、1958年度での改装艦は、 これに匹敵するものとして計画された。これによって改装されたのが本級である。しかし1960年代には、これらの巡洋艦よりも小型安価な駆逐艦ベースの戦隊でも十分にミサイルシステムを収容できることが判明したことから、巡洋艦への改装はそれ以上行われないことにな、代わってミサイルフリーゲート DLG の整備が進められた。本級も、 1960年度計画でさらに3隻の改装が計画されていたものの、タイフォンシステム搭載艦の計画が進んでいたこともあり、実現しなかった。上記の通り、本級では万能艦として充実した装備が計画されたことから、1956.7年度改装艦のベースとなった、クリーブランド休憩巡洋艦では収容できず、ボルチモア90巡洋艦が選ばれた。 海層は極めて大規模なもので、海層艦としては最も優れた装備を備えるとともに、最も得意な外見となった。外見上の最大の特徴が横幅が狭く、背が高い環境構造物である。これは、環境直前に設置された案、SPG-49 価値観性レーダーの視界を確保するための装置であった。上部重量軽減のため、 アルミニウム合金が後半に採用された。また、レーダーとの干渉を避けるため、煙突も、マック構造に乾燥された。シカゴは、機能限定型の海軍戦術情報システム、NTDS を搭載して巡航した。また、1968年度の対空戦能力、工場回収、SCB-002 の際に、オールバには標準型の NTDS を搭載した。 オールバニでは前小柱に、アン、SPS-48 よびアン、SPS-10、ミズンに、アン、SPS-43、広報プラットフォームに、アン、SPS-30 を搭載した。また、シカゴでは、前後に、アン、SPS-30、前章に、アン、SPS-52 よびアン、SPS-10、ミズンに、アン、 SPS-43 を、コロンバスでは、前後に、アン、SPS-30、前章に、アン、SPS-10、ミズンに、アン、SPS-43 を搭載した。また対戦性能力が要請されたことから、アン、SQS-23 ソナーも搭載されている。艦の前後には、長射程のタロス艦対空ミサイルの MK-12、 連装ミサイル発射機1機ずつとアン、SPG-49 器管制レーダー2機ずつが、ダブルエンダーに配置されている。また環境不良限には、短射程のターター艦対空ミサイルの MK-11 連装ミサイル発射機及びアン、SPG-51 器管制レーダー2機ずつが、配置されている。設計段階では、対空、 体水上火力はミサイルに依存する予定とされていたが、九百六十年代、初頭の実写演習で、留意のテリアミサイルの迎撃失敗を目撃したジョン・カイケネリ、大統領により、ミサイルのみに依存することの危険性が指摘されたことから、高速戦闘艇や低空目標への対処用として、艦砲として三十八口径 127mm 炭素砲が搭載され、MK、 56放射撃式装置によって完成を受けた。当初はレギュラス E 艦隊地ミサイルの搭載が検討されていたが、これは設計段階で削除された。1960年度計画での追加建造分では、ポラリス弾道ミサイルの搭載が予定されていたが、上記の通り、こちらは建造そのものが実現しなかった。対戦兵器としては、 艦中部にアスロック8連装発射機と324立方ミリメートル連装魚雷発射艦、MK-32 単魚雷発射艦が搭載された。艦尾艦班にはヘリコプター艦班が設定され、小型ヘリコプター1機を搭載できたが、格納庫は設定されていなかった。ファランクス CIWS とハープーン、艦隊艦ミサイルの運用も当初は考慮されていたが、 本級を退役させて、新型艦に予算を配分することになったことから、実現しなかった。三隻とも60年代から70年代にかけて、活動し、シカゴは、太平洋において、第三艦隊の機関任務を長期間務め、オールバニも地中海で、第六艦隊機関を務めた。オールバには1967年2月から1969年6月にかけて、 対空戦能力向上回収 SCB-002 を受けて NTDS の搭載やダロスシステムのデジタル化などが行われたほか1970年にはアン s l 9 1 9 a 電子戦装置が搭載された。また、シカゴも1972年8月から1973年8月にかけて回収を受けて NTDS をアップデートするとともにアン。 SLQ-26 電子戦装置なども搭載された。コロンバスのみ回収されなかったことから真っ先に退役することになった。また残る2隻も1980年に予備役編入された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。